You're listening to Shibuya Cross FM. はい、みなさんこんにちは。こんにちは。17日ですよ。いやー、17日もう半分終わりましたね。ねえ、はい、木曜日、16時を過ぎました、はい、エンタメジャックイン渋谷スタートしていきます。藤巻ゆうきです。徳田優太です。宇佐美愛理です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、雨ですよ。いやー、降ってしまいましたね。降ってしまいました。はい、はい、降ってると認定しますか。これ降ってますか。これは降ってます。傘差してます。傘降ってますね。はい、ほぼ傘ということで、はい、降ってますと、はい、いうことなんですけど、はい、まあその台風とかさ続いたり、はい、大変でした、はい、だって関東でもさ、ものすごい番組とかでも、はい、まあその命の、はい、をだその、はい、ねっていうことを言っていて怖かったよね。いや、なんか地震もありましたもんね。あの日地震もあったし、余計怖いですね。ねえ、ちょっとこう、あ、日本大丈夫かなとか思っちゃうというか。思いましたね。ねえ、辛かったというか怖かったけども、まあそんなに、はい、我々被害はそんななかった。そうですね。僕たちは、我々はね、ただか被害遭われた方、はい、本当に東北の方とか、それ前に千葉とかもさ、いろいろこの風で台風でいろいろあったりとかで。こういう時こそラジオ、あ、そうですね、はい、言うじゃないですか、うん、被災された方とかライブラインが止まっちゃったりして、でもラジオは通じるみたいな、はいはい、そういう時にね、活用してくださいと、うん、今こうネットでも、うん、安否確認する、家族と確認とか、はい、知り合いと確認、友達と確認とか、はい、恋人と確認とかいろいろあると思うので使っていただいてね、そういう時こそこの、はい、文明の利器というか、ああ、そうですね、はい、ね、使うのも使った方がいいです。そう、使っていただきたいなと、ものすごくね、はい、思っていますけども、さあちょっと始めていきましょう、はい、エンタメジャックイン渋谷、この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮レンさんの提供でお送りいたします。はい、さあこれ、はい、見てください。今日ね、ちょっとこれ光飛んじゃったけど、かわいい、はい、早速ね今日はちょっとお手製になっちゃいましたけど、来月の放送までにはちゃんと綺麗に作ってくるんでね、ちゃんとこれ、はい、これさ、ちょっと紹介するよ。はい、イラストをね、描いていただきました。いただきました。はい、各その州の、はい、女性 の、はい、みんなも含め、はい、これがまず、これ藤巻ですね、これ。はい、まあ似てんのかな、これ一応デザインするときに、うん、その僕が動物を入れたいってちょっとイラストの方とお話しして、うん、それぞれどんな方ですかっていうで、はい、僕今日に間に合わせたかったんで、正直僕のほぼ単独でやったんですよ、はい、で藤巻さんはちょっとS っ気でいたずら好きなんで黒猫かなと思って、はい、で黒猫をイメージして、はい、だから耳カチューシャみたいなついてたり、はい、あとよく見たら猫じゃらしがついてるんですけど、あ、これ猫じゃらしなんですね。そうです、猫じゃらしです、はい、ね、ちょっとね、番組中にある途中のね、僕にある無茶ぶり、うん、はい、それを、まあ、私藤巻ですね、はい、いたずら好きということで黒猫にしました。はい、はい、徳ちゃん最後ですよか、はい、ね、じゃあ まずじゃあ宇佐美さん、はい、はい、宇佐美さんはこちらですね、はい、まあ、宇佐美さんは、はい、まあ、うさぎのイメージがあるんで、はい、まあ、うさぎ、そしてピンクのイメージがあるんで、はい、はい、ピンクを正解です。どうですか。正解です。しかも猫をちゃんと持ってるっていう、はい、はい、猫飼ってるんでね、両方好きっていうアピール、はい、いかがですかそれ。いや、もうそっくりで、え、嬉しいですか。もう、はい、私が描いたように美しいねえ、もうありがとうございます、はい、描いてみます、ね、さあ、はい、続いてこちらは第1週の、はい、ね、一緒にやってる長沼さんですね。長沼さん、はい、特徴あるよね。特徴ありますよね。まあそのぼやけちゃってるのか、まあ、僕とね、まあ、2人で決めちゃったことなんですけど、長沼さんってちょっとバリッとした、まあ、海外のメイクとかされるんで、まあ、ちょっと強めということでは黒ひょうとかライオンをモチーフにして作りました。はいですね、はい、さあ続いてこちら第2週の、はい、女の子鷲山さんですね。鷲山、はい、かなさん、はい、かなぽん、
カナポンって呼んでるのかな、はい、うん、カナポンは一応あの小動物みたいな、身長が140センチちょいなんで、うん、まあ小動物、そうだったっけ、そうです、 144.7 だったと思います、はいはい、で、まあ小動物をイメージして、やっぱりでとかハリネズミとかそういうのをモチーフにして作りました。そうですね、はい、でこれが第4週の、はいはい、ゆうきいちかさんですね。はい、ゆうちかさんはあのトイプードルを飼ってる、まあ、よくあのインスタとかに載せてるんで、犬をモチーフにして作りました、うん、はい、まあ、作ったのは僕じゃないんだけど、はい、いけますかね、ね、まあ、あの後で僕 SNS で全部あげるんで、はい、そちらの方はチェックしてください、はい、そして最後、はい、僕ですね、はい、僕これ何でしょうか、これゴリラス、ゴリラス、はい、これなんか見やすいか、はい、ゴリラです ね、あの本当に昔からあだ名ゴリラジャイアンが多かったんで、はい、なんで、まあ、ゴリラかなと思って、まあ、ゴリラにして、まあ、大食いなんで僕はあの、はい、なんかみんな猫とか猫じゃらしとか持ってるんですけど、うん、俺何持たせようと思ったんですよ、うん、でいや徳田さんってめっちゃご飯食べますよねって言って、はい、おにぎりでいいんちゃいますって言って、はい、おにぎりにしました。なんかあのよく見たら米粒とかついてます、ね、そうだね、はい、でもね、あの各それぞれ皆さん、はい、特徴掴んでるよね、うん、あ本当に良かったです。いやもう素敵に書いていただきました、はい、本当に本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう、ね、はい、そうさっきも言ったように後でね、インスタとか、はい、あとこれもね、またバージョンアップするので、はい、バージョンアップするんで、はい、お楽しみに、お楽しみにということで、ね、はい、名前が全然映ってない、飛んじゃいますね、はい、まあまあまあ、まあ、これもちょっとね、はいはい、バージョンアップするんで、そう、はい、大丈夫です、試行錯誤していきましょう、はい、さあ、はい、1ヶ月ぶりですよ、ね、なんか久しぶりに来た感じする、ね、いかがですか何ですかね、まあ、でも最近はその天気が悪かったりとか、はい、うん、なんかこう気温の温度もめちゃくちゃ変わりましたよね、うん、めちゃくちゃ寒くなったりとかして、なったなんか服が分かんなくて、なった本当困りますよね。ここ1、2週間で超寒くなったでしょ。そうですよね、はい、で台風のさっき言った台風の1日後はめっちゃ暑かったの。そうそうそう、めっちゃ暑かったですであの日やばかったです。衣替えするときが分からなくないですか、ね、でその次の日は超寒かったです。うえーっていう、だってちょっと鼻声だもんね。いやそうなんですよ、ごめんなさい。風ですか、はい、いやなんかあの特に熱とかないんですけど、はい、鼻だけすごい詰まっちゃって、うん、鼻声になっちゃいました、ね、はい、いやもうでもさ、皆さんも気をつけてください、体調管理ね、はい、前の前と結構俺言ってますけど、結構体調管理って大変じゃない、はい、案外さ、自分たちが思ってる以上に不安定じゃん、自分たちの体調って、はい、うん、まあ、あとメンタルにもかかってきたりするじゃん。なりますね。僕ちょっとね、鼻詰まった理由も原因も分かるんですよ。おこれちょっと後で話すんですけど、あ、なるほど、 あ、はい、あの日、はい、あの日の夜なんで、あの日の夜、いやもうあの日の夜あの日の夜なんですよ。そうなんですよ、はい、それでね、後で話します、すいません、はい、はい、まあ、ということでね、はい、さあもう早速、はい、あの日の夜のことについて、あ、もう、お、なんだ、なんだろう、ね、はい、何、まあちょっとね、毎週お話ししてますけど、まあここさ、はい、やっぱりこれは、まあ徳田優太、はい、としては、外せないでしょ、外せないっす、で、外しちゃいけないと思うの、はい、このね、4年に一度の、はい、わかった、はい、ちょっと、話していただいていいでしょうか、はい、まあ、もうね、次世話させていただきますけど、はい、ラグビーワールドカップでございます、はい、いやー、本当に先週の日曜日、はい、予選のね、はい、最終試合、はい、日本とスコットランド戦がありまして、はい、勝った方が決勝に行くという、決勝トーナメントに行くという試合で、はいはい、見事日本が28対21で勝ちまして、おめでとうございます。いやー、もういやー、僕初めてでした、テレビでラグビーの試合見て泣きました、泣きました、うん、泣きました。もう本当にそのね、昔から続いてきて、もう40何年間ワールドカップチャレンジして全然勝てなかった、もう決勝トーナメント夢のまた夢みたいな感じだったんですけど、前回のねワールドカップで3勝して、でも上にはいけなかった、でも今回なんと全勝するっていうね、4勝0敗ですからね、はい、格上2つ倒しましたから。そうよ、だって初のベスト8ってなんか言われてるでしょ、史上初ですね、いやー本当にその前半から、はい、前回、はい、前回4年前、はい、その五郎丸さんとかなんかこうやってやってそうです、はい、入れましたね、あれすごい盛り上がったけど、はい、ベスト8行ってないんだよね、行けなかったんです、行った感覚で行ったでしょ、なんかみんな盛り上がり的には、ね、3勝1敗でしたからね、いやーね、
あったんですけど、うん、まあ、勝ち点とか、はい、得失点差とかで前回はいけなかったんですよ、うん、です本当にギリギリの試合だったんです。そうなんですね。でちなみにその前回大会いけなかった理由がスコットランドに負けたからなんです。あら、はい、で今回も行くか行かないかの試合、瀬戸際の試合はまたスコットランドなんですよ、うん、ということでもう因縁の対決っていうことでもう日本がねもうラグビー界がまあバーッと煽って、うん、さあどうなるんで、しかも台風があったんでもしかしたら中止になるかもってあったんですよ。あった。でもし中止になったらラグビーは引き分けとして勝ち点2ずつ上げるんですよね、うん、そしたら日本は絶対にいけるんですよ、うんうん、引き分け以上でいけるんで、うんうん、そしたらスコットランドからしたらふざけんなよとやろうぜっていう、はい、もう引き分けだったらいけないんで、なるほどね。スコットランドは、まあ、ラグビーの発祥なんでイギリスなんでね、うんうん、とかあったんですけど、もういろいろね攻撃口の攻撃でありまして、うん、いやいやみたいな、うん、そしたらリーチさんがね、うん、いやボッコボコにしてやるよと言うんですけど、あのね、リーチさん、はい、俺大好きになったし、なかなかさ今このご時世、はい、言えないのよ。みんな綺麗なこと言いますからね。そう、はい、ただなんかね俺もテレビとかよく見てるし、結構気使って喋ってる感がもう鬱陶しくなってきてたのもあったの、うん、でもさ本当に男の大の男、190の100キロ以上の人たちが面と向かってガチンとぶつかるスポーツでさ、はい、頑張りますじゃないと思う。いやボコボコにしてるよっていうか、はい、鬼のようにみたいなこと言ってたでしょ、優しさなんかいらないよって、はい、笑いましたもん。それがなんか逆に響くというか、うん、いやそうだよねっていう、そんな感覚で優しさなんかないよそこにっていう、スポーツのルール上ね、うん、だってボクシングでさ、いやかわいそうって言ってるやつってどうっていう感覚じゃん、うん、俺わかるでしょ。分かります。だってどつき合いよっていう、はい、殴らないわけないですよ、ね、なんなら殴りますよね、ぶっ倒してやろうっていう思いでやってるのに、はい、だからすごくあれでちょっと実は好き、あより好きになったのよ、なんか、まあ叩かれることもあるかもしれないけど、はい、僕は大賛成でしたね、うん、ね、もうスコットランドも、まあはい、いろいろ苦言呈したりとかいろいろあったんですけど、ね、案の定試合やってよっしゃやってやるかと、うん、そしたら日本前半押しに押しまして、はい、作戦大当たりしまして、はい、前半で21対7ぐらいで20、まあ、約15点16点ぐらい勝ってたんですよ。でうわこれ来たと思って、もういろんなねラグビー好きなんでラグビー好きな友達と LINE とかしながら、まあ、みんな見てたんですけど、うん、友達ん家でもう涙流しながら、うわもう前半で、はい、もう前半になりましたいやそれぐらい正直得点取れないかなと思ったんですよ。ちょっとスコアレスの試合かなと思ったんですよ。そんな強いんだ。強いんですよ。ああそう、めっちゃ強いんですよスコットランドは、うん、で、まあ、日本はスコットランドがちょっと苦手なんで、うん、でどうかなと思ってたんですけど、もう前半でもうねいい勝ち方いい得点の取り方を取って、うん、で後半行ったら、まあ、スコットランドの意地ですね、もう気持ちと気持ち、強さと強さじゃないですけど、うん、ぶつかり合って粘って粘ってスコットランドも追い上げて、うん、で28対21、うん、いやもうね前半と後半の点差で見れば後半の方がスコットランドは強いんで、うん、いや本当にギリギリ勝つことができましてね、はい、どう見てた？ちょっとだけ見ました。あ本当ですか。なるほど。でもなんか親友がお家に遊びに来てて、うん、でなんかその子がすごいスポーツが大好きで、はいはい、なんかちょっと説明を受けたんですけど、うん、あんまよく分からなくてしばらくこう聞いて見てましたけど、うんうんうん、途中でもうゲームしてましたいやでもさ、はい、今まで多分日本開催じゃなかったら見てないよね、うん、そうです ね絶対ないですね、うん、見る機会が特に女性はさ、はい、だってさっき俺話聞いたらさ、はいはい、ほぼ男性なんでしょ。いややっぱほぼ男性です。7割8割男っすね。やっぱファンというかさ、はい、会場行ったんで、はい、観客はしかもゴリゴリのさ、もうやっぱやってる人多いんで、もっとやってたよっていう人なんで、僕ね味の素スタジアム、はい、旧東京スタジアムですかね、はい、今新宿から向かったんですけど、電車京王線乗った時に満員だったんですよ、はい、うわやっぱと思って、で入ったら久しぶりに自分小さと思いました基本やっぱ電車乗っても身長一応平均よりは高い方なんで、まあまあこんなもんかなと思ったんですけど、まあ身長もだし横もね、横もってことでしょ、なんか人少ないのにすごい満員みたいな圧迫感、なんだこれと思って、うん、パッと見たらみんな190ぐらいのゴリゴリのおっさんたちがいるんですよ。でもいろんな各国のユニフォームとかで体でけえと思いながら、うん、
で、まあ、いざ行ってよかった着いたと思ったらまたいっぱいいるから、でみんなビール飲んでるし、本当にすげえな、ラグビーの盛り上がりって改めてね実感しました、はい、そんだけね盛り上がって嬉しかったんですけど、うん、さあ後半、はい、後半ね、はい、僕はそれほどそのラグビーそんなに詳しくはない、はい、その本当一般レベルの知識で考えるけど、はい、なんかあれなんでしょ、ギリギリだったの最後は。最後ギリギリでしたね、もうなんかあとちょっとで、そうです、あの攻め際、あの攻防戦というか逆転されちゃうみたいな、うん、そうですね、流れがですねほぼスコットランドに行ったんですよ後半、はいはい、で、まあスコットランドが上に行くためには一応28対21なんですけど、うん、あと14点取らなきゃいけなかったんですよスコットランド、はい、あ、そうなんだ、あと2トライだったんですけど、うん、トライするチャンススコットランド正直8回ぐらいあったんですよ。それぐらいチャンスあったけど日本が全部守りきったんですよ、うん、後半はほぼ日本守りなんで、時間をその延長するというか勝ちを余裕を持たせるためにっていうことは全くせずに、相手が強かった、それを守った、でそのプレーがジャッカルっていうプレーなんですけど、あ、はい、なんかさちょくちょく聞くのよ、そうなんです、解説で、はい、ジャッカルって、ジャッカル、でもさ分かんないのルールが、実はトライは分かるよ、でなんか走るは分かるよ、あとこうあのでっかい人たちがガチンを上げる、はい、ね、あとなんかこう、はい、なんかフーみたいな、はい、ラインアウトって上げて、はい、って取るのも分かる、はい、そのぐらいまで分かんだけど、ジャッカルは実は分かんないんだよね今回結構ワールドカップであの、はい、ジャッカルって言葉よく出てきてるんですけど、僕あのラジオでワールドカップ紹介するときに、うん、この人見てくださいっていう、うん、姫野和樹選手を出したんですよ、ね、はい、うん、その選手が得意とするのが今回ジャッカルっていうプレーなんですけど、うんうん、ジャッカル簡単に言うと、はい、ラグビーって、タックルされて、はい、倒されるときに倒されると膝がついたらボール離さなきゃいけないんですよ。膝がついたらボールは離さない、離さなきゃいけない、地面に置かなきゃいけない、置かなきゃいけない、でその置く瞬間、置く地面と僕の手にあるこのわずかな距離1メーターぐらいだよね、の間にボールを取れるんですよ。地面についたらみんな手触っちゃいけないんですよ、基本は足でプレーしなきゃいけない、ただその高々1メーターの時は相手のボールを手で取っていいっていう、結構ギリギリなんですけど、逆に言うとそれまでは取っちゃいけないの、取っちゃいけないです、はい、取っちゃいけないです、ちょっとなんとなく分かる、ちょっと分かりづらい、横取りしちゃいけないってやつ、だからこう走ってます、この時は取っちゃいけないの、基本であの取りに行くこと、まあ、別にいいっちゃいいんですけど、走ってくると止まらないんで、うん、まずは体を止めることをやるんで、うんうん、まあ、体にドンと足やったり、この辺をグーってやって腰にぶつかったりやるよね、はい、するんですけど、まあそういうのがあって、まあ、分かりづらいなと思うんですよ、うんうん、正直これ解説ね見たら人も分かるんですけど、うんうん、正直やってた人とかプロも解説してますけど、うんうん、あの密集地帯で何が起きたか分かんないです、うんうん、僕も分かんない、これ多分、はい、我々も分かんないけど、やってた人たちも解説の人もだってね、はい、あれこれどっちなんでしょうねみたいな、いろいろ話すのが4つ5つぐらい出てくるんですよ、でそのうちどれを取るかなって思うんですよ、で、あ、これ取ったんだ、なんで確定的なことは正直言えないです、うん、はい、まあそういうプレーの中の一つがジャッカルなんですけど、うん、簡単に言うと一応どんな言い方したらジャッカルいいかなって考えたんですけど、あの我々にも分かるような、はい、ちょっとまあ説明というか説明を、はい、ジャッカル一応合コンで例えます、まず、はい、はい、合コン、これ分かりやすいんじゃないですか、はい、合コンね、はい、行くでしょ、まあ男女3対3でもいいですよ合コン行きましたよ、まず行くでしょから、はい、ふんなの、はい、まあまあ、はい、行くとしてね、行くとしてね、うん、して行ったとしてね、はい、合コン行きましたと、はい、でまあいろいろ喋りますよね、自己紹介いろんなゲームして盛り上がってきますよね、はい、でさあもうお開きの時間ですよ、うん、帰りましょう、終電ですよ、11時半ぐらいかな、はい、はい、終電まで1時間もう一回飲むみたいな、いやでもちょっと明日朝早いしみたいな、女の子可愛くぶりますよ、バカ野郎がって言ってね、だったら来んなよとか思いますけどね、ごめんなさい、余分なこと言いましたけど、もう過去のなんか思い出まあね、まあそうなった時に駅の近くまではみんなで歩いてきましたと、いやもうじゃあ帰ろうっつってね、どうしようかな、ごめんなさい電車終電かとか、まだ1時間あんだろっていう時あるじゃないですか、そういう時にいやもう一軒行くみたいな、はい、カラオケ行くみたいな、はい、あみんなで行くの嫌だったらちょっと2人で飲み直さないみたいな、うん、で、あ、いいよみたいに言わせることをジャッカルですね、あの俗に言うお持ち帰りです、はい、お持ち帰り合コンで言うとお持ち帰りがジャッカルです
分かりにくくもないけど分かりやすくもないと本当は女の子は帰らなきゃいけないですね、はいはいはい、本当は帰りたい、はい、でもですよ、はい、帰ろうかなって思ってるけどちょっといいなって思ったその一瞬の気の緩み、ボールを置こうかなと思って早くでも、味方が守ってくれるから大丈夫だろうみたいなって思った時その気を緩んだ時にザッとね、さっとさっとくってもうくっみたいな感じ、うん、お持ち帰りね、さっと行ってくっ、さっと行ってくってやるこのね、お持ち帰りをジャックルです、はい、ちなみに、はい、なんかさ、もう大男たちがさ、はい、ガッツになってるな、あれ、はい、ジャックルって危険ではないの？まあ、ボール取りに行くんで、受け身を捨てることになるんで、はい、捨てた状態で相手はまっすぐぶつかってくるんで、うん、めっちゃ危ないです。危ないよね、はい、ちなみに、これ結構危険なプレー、危険というか、なんていうんですかね、体強くないとできないですよ。タフじゃないとできないんだね。で、姫野選手は体強いんですよ。めちゃくちゃ強いんですよ。はい、超強いです。スコットランド戦もバーンってぶつかって外人ぶっ倒しましたし、はい、解説言ってたんですけど、日本選手が海外の人をぶつかって飛ばすことなんて思ってない。うん、それを姫野がやったから相手が引いたって言われたんですよ。うん、日本強くねみたいな。ちょっとだから舐められてた部分もあるけど、そうです。あれ？強えっていうちょっと一瞬こうひるんだところを前半ついたのかもしれませんね。はい、あそう、はい、なんかでも前さ、はい、前言ってたさ、そのなんだっけ、すっげえ外国ですげえ、はい、強えジョナ・ロームーですかだっけな、はい、はい、伝説の選手、はい、と戦ったらどう？じゃあジョナ・ロームーは止められません。いや本当に世界誰もが止められません。はい、姫野くんでもダメ？あ無理です、はい、無理、あごめんなさい、無理わからないね。でもちょっと厳しいと、はい、ジョナ・ロムすごいですからね、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ニュージーランドの、ね、伝説の選手なんですけど、はい、190何センチで120キロあるんですよ。で 100m10 秒で走るんですから、うん、はい、誰もが止められないんです、うん、はい、だから本当に横綱が 100m10 秒でボルトみたいに走ってくるんですよ。そうだね、どうやって止めんのっていう、止められないでしょ。まあ足引っ掛けちゃう。いやもう足引っ掛けてもボンってバカ野郎って言って邪魔だよっていうね、はい、ポンって、はい、みんなが止められなかった伝説の選手ジョナロー、ね、まあ、まあだから、はい、余談になっちゃいますけど、そういうようなさ、はい、僕ね情熱大陸見たのよ。はい、はい、情熱大陸ってさてっ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 てでね、2、3週前にリーチマイケルさんという、はい、うん、日本のキャプテン、そう、はい、今 RG さんがさ、はい、モノマネやってますね、インスタかなんかで、はい、モノマネやってちょっとこう話題になったけど、そリーチマイケルさんっていう方がいて、その人特集でね、もう見てね感動しちゃって、感動でした。知ってますか？分かんない。リーチマイケルさんって、はい、いるんですよ、はい、ニュージーランドの方なんです。でニュージーランドで、で強いのよラグビー、はい、オールブラックスって世界1位とかさ、そういうような国で生まれて交換留学で日本に来て、はい、北海道でね来たのよ。でもその当時はまだ背も小さくて華奢で、日本人にバンバンこうやられちゃってたという。でその当時を振り返って申し訳なかったっていうの、こう戦力になれなくて、ニュージーランドから来た交換留学生って言ったら期待されますよね、みんなが期待する、はいはい、みんなが期待する中何の活躍もできなかった。でなんか高校のそのなんだ有名な大会、はい、花園ですかね、全国予選ですか、なんかそういうの出ても、はい、出たけ出場したけど何の活躍もできなかった。悔しくて食べて練習して、はい、である時ね、だんだん強くなっていった彼が母国にね呼ばれるわけ。ニュージーランドに戻ってこいと、そう、はい、キングカズみたいじゃない。まあそうだよね、ブラジルに中学生の時に行って、何の無名もな、はい、カズがブラジル行って、でだから何州選市選抜もその県選抜も選ばれないのに、はい、日本代表選ばれましたみたいな、おかしいですよね、はい、すごいなと思ってて、でもそれ断るわけ、リーチマイケル、日本に恩返ししたい、なんか ね、高校の時に彼の母国で家が火事になっちゃったの、うん、お父さんお母さんは生きてたけどもう住むとこないって言った時にホームステイの人たちだったり学校のコーチとかが募金してくれて、でそれで家建てれたと、それで恩返しなんですってずっと言ってるの。で日本のラグビーを強くしたい、僕は信じてるんですっていうのがすごい、なんかこう
信じれます皆さん今のこの時代に、ね、だって、はい、しかもそれあれよもうずっとよ、はい、高校の時からだよで今31かなんかでしょ、はい、20年15年とか日本が強くなるって信じたんですかね、はい、それできますか皆さん、 できません僕は、ねはい、僕はできませんそれがすごいなと思って、はい、でなんかねキャプテンはいキャプテンです気配りもすごくて、はい、そうですねちょっと情熱大陸の回し者みたいになってますけど、はい、ごめんなさいねでそれでねあの君がよを歌うでしょはいはい、はい、歌いますね今ねでもラグビーの日本代表って半分ぐらいは外国の人がそうです、はい、半分まあ帰化したりとかで、はい、なんだよね実はね、はい、実はそういう状況なの、はいまあ、それはまあコンタクトプレー日本人にはちょっとなかなかさ、まあ、体大きい方が有利ですから、うんはい、だからそういうなんだろうな帰化とかやってるんだけど、はい、君が代ってさ我々でも意味わかる、うんうんうん、君が代の歌詞って調べたことあります皆さんいや僕はありませんないです、ねはい、歌詞とか全部もちろん覚えてるけどさなサザレイシってなっちゃうそうとか、はい、それをリーチマイケルちゃんとみんなに説明してそれこそサザレイシのとこまでみんな連れてって大きな岩があるのそこにねしめ縄であってこうね、はいはい、祀られてて、はい、それをみんなでその前で歌う、はい、これがサザレイシだで歌うときにそのピッチの横で歌うときに思い出しましょう、うん、この光景をっていうわけ素晴らしいなんかこう日本人より日本を愛してませんみたいなそうですねこれってすごくないですか単純にすごくいい、うん、なんだろう熱くなったというかこんな愛国心持てとかそういうことを言いたいわけじゃなくてここまでできますかっていう、うん、一つのことで嬉しさもあるし自分をなんかなんていうんですかねあハッとさせるというか、うん、あ海外の方がこんだけ日本を愛してくれてるのに、うん、俺日本のことどんだけ知ってんだろうっていう何してんだ俺たちっていう、はい、でやっぱそういう気持ちにもなるしそうなのよ頑張ろうってやっぱ思いますよねそうなんだよねだからこうなんだろうなよくたまに言う人いるじゃんそのいや半分日本人じゃねえじゃんみたいな、はいはい、言う人もいるんですよいますね、まあ、それはそれぞれの意見で別にいいんですけど、はいうん、僕としてはいやでもここまでやってるの知ってますかって、うん、これを見てもまだそれ言えますかっていうなんかそういうなんだろうななんか上っ面で言うのもいいけどちゃんと調べてそれでもそう思うなら、うん、その意見は尊重するけど、うん、すごくそのなんだろうな愛してくれてることに対して尽くしてくれてることに対してすごくこう感謝ね感謝ありますねしましょうというね、はい、もう藤巻さん目潤んでますもんねそう思いましたよ、はいはいはい、本当にねいいことだと思いますし、うん、本当はラグビーに関して言えば、うん、日本ねそのニュージーランド出身サモア出身いっぱいいるんですけど、うん、普通にあの強い国オーストラリアとかも全然サモア出身いますからね、うんはい、他の国全然やってるんで、うん、ただ国の一つとしてやってるっていうだけなんで、うん、ねいろいろ各スポーツもありますけど、うん、ねそんなこと取っ払って日本代表なんだから、うん、そうなんです選んでるんだから自分でそうなんです、はい、俺日本人で、はいうん、選んでんだからだってさあ頑張ってそういえばさ、はい、次の試合は次の試合今週日曜日日曜、はい、ってことは僕は金土に3日後はい3日後です、はい、また泣かなきゃ対戦相手は南アフリカですはい来ました、はい、前回ね大金星を挙げたあのなんかジャイアントキリングって言われた、はい、んだよね確か、はいね、前回の南アフリカ戦大活躍したのが皆さんご存知五郎丸選手ですおあはいそうですそうです、はい、あの選手が大活躍したのは南アフリカ戦なんですよ、うん、ただ今回五郎丸選手いないですねいないね、はい、いないで今の主要メンバーって南アフリカ後半で交代で出た選手多いんですよ、うん、だその時も戦ってた五郎丸の背中を見た選手が今の代表にいるんで、うん、でいわゆる天才って言われてる選手もいるんで、うん、チャンスあるじゃない一人じゃあさ、はい、あのまあ一人挙げるのむずいと思うよはいあの日本代表のね、はい、この人に注目してっていう次の試合あのまあ次の試合はい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 この人はい注目してくださいこの人の活躍次第でみたいなとも全員そうだと思うけど一、はい、人挙げるとしたら徳ちゃん誰田村優選手田村はい田村優ですね、はい、もう知ってる方はねもう分かると思うんですけどキックの人キックの人ですねあ僕も、まあ、ちょっとここで言ったかなそうです蹴ります、はいまあ、いわゆる司令塔ですサッカーでいうメッシ、はい、あキャッチャーでいう阿部慎之助です、はい、司令塔です、はいはいはい
まあこれ藤巻さんに分かるように言いましたけど、はい、他なんだろうな。あ、そんな選手なんだ、はい、天才です。い俺、はい、あれなんかもっとニュース出てもよくないじゃん。あ、出てます出てます。あ、出てます。まあ、イケメンっていう、まあ、一応弟もいるんですけど、うん、弟は代表じゃないですけど社会人にいるんですけど、うん、田村選手は、まあ、本当にすごいことで言うと、前回のワールドカップの時に監督エディ・ジョーンズっていう人なんですけど、はい、エディが田村を見て、こいつはまだ自分が天才ってことに気づいてないっていう、こいつが自分が天才ってことに気づいたら世界は変わるかもしれないって言われた選手、その選手が今自分天才だって気づいた。気づいた、はい、で今ちなみにワールドカップの得点王田村ですから。え、はい、得点王、はい、日本人ですから。そうなの、はい、今の得点ランキング日本人1位ですから。え、何がすごいの。全部全部っす、はい、でもね、はい、分かりづらいな、はい、何がすごいんだろう。キックがすごいのと、はいはい、頭めっちゃいいっす。あ、まあ、このラグビーのですけど、戦術というか、まあ、いわゆる司令塔なんで、右に攻めるか左に攻めるか前に攻めるか蹴るかを全部基本、選択する選手なんで、頭は良くなきゃいけないんですけど、その、ラグビーってコート上に監督いないんで、観客席にいるんで、現場コート上の指揮って基本司令塔がやるんで、それをやってるのが田村選手なんで、田村があっち行くよこっち攻めるよって言って、結果今勝ってるんで、なんでこの田村選手の頭脳も注目。なるほどね、はい、そしてかっこいいですから、はい、ちなみに、はい、そうかっこいいですから、はい、東京の神田で髪切ってます。なんかさ、はい、素人だとトライした人が、はいはい、まあ、うわーってなったり、はい、松島幸太郎、はい、さんとか、はい、あと福岡さん、そう、はい、がなんか どっちかというと、あ、素人目だと盛り上がって、はいはいはい、あ、すごいのかなって。すごいですね、はい、もちろんすごいんだろうけど、それ選手言えばよかったですね、ごめんなさい。でもその、はい、だからその、はい、田村さん、はい、ちょっと注目だね。いや、注目っす、まあ、一番正直ラグビー見てて一番目立つところにいるんで。あ、そう、はい、10番です。背番号だと10番です、はい、お、ほんと司令塔やな、はい、10番なんで。あ、そうだから、はい、背番号10番をちょっと注目だね。そうですね、昔見る方ね、はい、いらっしゃいましたら皆さん、顎ひげ生えた選手です、はい、かっこいい、キリッとしてこういう選手、はい、なるほどね。ちょっと後で顔を出しておきましょうね、はい、顔写真、はい、田村選手見てください、要チェックですね、はい、勝てると思いますか。はい、勝てます。はい興味な、でもいいんです。僕もね、僕何回もラグビー行ってきましたけど、はい、正直にわかかって言われたらにわかではないと思いますけど、はい、全部わかんないですから、うん、それでもいいんですよ、にわかでもいいんです、うん、ラグビーってこんなスポーツなんだって、うん、今日本でなんとなく広がってきてるから、やっとね、それでいいんです、うん、なんか何のきっかけでもいいから、うん、なんかいいスポーツ、楽しいスポーツを知ればいいんじゃないかなって思ってね、はいはい、でよりね、その日本の代表もそうだけど、その各企業なのかな、はい、企業チームなのかな、そうですね、トヨタとか、はい、その代表戦だけじゃなくもう盛り上がれば、そうです、より育成システムとかその資金面とかもそうだし、いろんな面で盛り上がるとまたいい人材がどんどん、はい、出てきて、このワールドカップが終わったら、うん、大学選手権と社会人のトップリーグが始まるんで、そうだよね、僕はどうせ見に行くんで。で、あれだよね、日本、東京オリンピックも、そうなんです、はい、ちょっと違うけど、オリンピックは今ラグビー15人でやってるんですけど、ええ、半分の7人でやります。7人でやる、はい、へ、なんかちょっと話聞いたらちょっともう全然違う、違う、同じラグビーなんだけど、うん、バスケでいう 3-on-3 みたいな、うん、5人と3人全然違うのよ全然やってるから多分分かるんですけど、そう、はい、みたいな、簡単に言うとサッカーのコートで7人でやるんで、足速ければ勝ちなんで、とりあえずそうだよね、はい、簡単に言うと本当鬼ごっこなんで、アメリカめっちゃ強くなるんですよ、うん、ラグビーってそんなアメリカ強くないんですけど、うん、陸上上がりとかアメフト上がりめっちゃくるんで、そうだよね、急にアメリカ強いです、持ってめっちゃ速い人が走ったら超速いんですよ、はい、ボルト級がブーッと走りゃいいんだもんね、急にえ、なんでみたいな、はい、鬼ごっこ強っっていう選手が出てくるんで、それもまた違った、まあ、そうだね、はい、楽しみ方がね、見方もありますし、7人戦も日本強いですから、はい、前回のオリンピック4位ですから、あ、はい、じゃあ次メダルで、はい、メダルいけると思うんでね、はい、楽しみに、そこを見ていきたいと思います、はい、はい、ごめんなさい、長く話して、いや全然ですよ、はい、それでは1曲ね、はい、いきましょう、はい、それでは聴いてください、加藤のぞみさんでオーシャン。
はい、聞いていただきました。加藤のぞみさんでオーシャンでした、はい、さあもうサクサクちょっとね、はい、話そうと思って、はい、もう藤巻ゆきはテクノロジーのことよく言うでしょ、はい、今回さ、はい、ノーベル賞、はいはいはい、ノーベル賞、ノーベル賞ね、これさ日本人がまたノーベル科学賞に、いやまあ3人のね、はい、人なんだけど、はい、が合同で、ま、取るという形なんだけど、吉野明さん、はい、取りましたよ、決定、あれおめでとうございます、おめでとうございます、いや素晴らしい、いやこのもう吉野さん、はい、もうご高齢ですよ、まあまあそうですよね、はい、うん、はい、これよくさ思うけど、よく取る方ってみんな結構行かれた名誉教授とかさ、うん、はいはいはい、なったりするじゃん、でも研究ってさすっげー前からやってるわけ、もう本当20代とかからやってるわけ、まあ、はい、はい、今回 もう20年以上経ってやっとその功績が認められてっていう、うんうん、このさなんだろうな、まあまあ本当そうですね、ラグビーもそうだけど、はいはい、この一つのものにかける情熱、うん、すごいですよ、なんだろうな、だってラグビーもそうでしょ、あの選手がさ、はい、全てを犠牲にしてきた、そうです、うん、何回もね言ってましたけど、はい、よく言ってんのよ今回、はい、めっちゃ言ってます、ね、4年間全てを犠牲にできますか、はい、無理無理、できませんよね今回多分おそらくですよ、僕はまだその吉野さんのね日々をね、はい、毎日一緒にいるわけじゃないから、うん、分かりませんが、おそらくあらゆることを犠牲にしてきたんだろうなと、うん、僕は思うんですよね、はい、で彼が何をしたかっていうのは簡単に説明しようと思って、はい、電池、はい、電池、うん、スケッチ、ワンタッチっていう言葉あった、なんすかそれ、ちょっと時代が分かんない、ありませんでしたっけ、なんすか、ありましたよね、ちょっと若いから分かんないですすいません電池、はい、これさ電池って、はい、もう僕らさあのもう物心ついたらさ電池って充電できたじゃん、できましたね、はい、もちろん使い捨てもあるよ、はい、乾電池もあったけど、コンビニとかで売ってる、はいはいはい、あとこういうさタブレットとか、はい、スマホとか、うん、これ電池パックとかさあったりする、はい、電池ってこれ使い捨てだったけど、はい、そうじゃなくしましょう、おおほうほうほう、しましょう、うん、そんなのおかしいぞ、はい、うんあ、うん、幼稚園児来たな、やばい、それを研究していたのがこの吉野さん、さん、はい、まあ、率いるそのチームなんだけど、はい、すごくない、まあそうそうね、だって電池、乾電池って正直ちっちゃい時幼稚園の時合体ロボとか使ってましたけど、電池切れたら使い捨てですもん、うん、ポイって捨ててました、うんうんうん、それを充電できますよとか、そうね、そのなんかリチウムとかさ、はい、いろいろその電子を発生させる、うん、N 極と電子を受ける、はい、S 極を作る素材が最大の鍵になる、はいはいはい、こと書いたの、はい、イオンになりやすい、うん、金属リチウムをN 極として76年とかいろいろあるんだよ、はい、そこがあれだけど、いやすんげえってこと、そうすんげえすんげえ発明をしたっていう、はい、その発明を開発ずっと研究してたっていう 、うん、人なのよ、でさもう我々も電気がなかったら生活できないでしょ、大事でしょ、だってスマホも充電できませんよ、うん、そうすとかテレビも見れません、パソコンもできません、なんなら これも多分映像映すことできない、映せない、まあ、電波はね、うん、はい、できるかもしれないけど、そのでもその電波を使うものも電気使ってたりする、うん、まあそうですよね、うんうん、はい、もう我々の生活には切っても切り離せない電気とか、うん、そういうことに対してすごい突き詰めて頑張ってくれた方、うん、はい、なんかさ毎年この時期になると夫婦でね、うん、旅行行けなかったらしいの、ほうほうほう、いつ電話来るか分かんない、あ、そうですね、はい、直接電話来るんですもんね、奥さんが言ってた、へ、はい、そうなんだ、会見で、なんかなんかいいっすね、いいよね、いいっすね、なんかそうそうする、そう、今年も来るかな、ちょっとおめかし、はい、こらたーみたいなね、そして2019年、はい、まあ今年はもうちょっとまあ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 みたいな、来ないだろう、来たーみたいな、コングラチュレーション、もうやばいですね、コングラチュレーションっていう電話で来るらしいんですよ、すごいですよね、ねえ、でその世界に同時発表になる、はい、何分前だったかな、30分前です、確かそうね、はい、30分前に連絡が来る、30分よ、それまで分かんないですよ自分を受けるか、
そうなの。普通に生活してて、普通にご飯とか食べてて、はい、はい、みたいな。いや、本当そうなのよ。本当、はい、日常の生活してて、でそれで、いきなり電話来て、そういうことになる。信じられないね、もうそういう時は。ちょっとあれよね。うん、だって藤森さんの教えてもらいましたけど、あの山中さんがね、撮った時、普通に休みで洗濯機修理してたら電話かかってくるんですから。そうみたい、そうみたい。ああ、はいはい、はい、みたいな。ありがとうございます、みたいな、うん、はい。それぐらい急に来るらしい。そうなの。はい、で、そのね、吉野さんが、会見でさ、日本は、はい、こういう技術はすごいけど、まあ、その、なんだろう、プロデュースするとか、そういう方に関しては弱いと。あー、ガーファって言葉使ってたのよ。はい、あ、ガーファ使った。ガーファって言葉使ってた。Google、はい、Google ね、はい、Amazon、はい、Facebook、アップル、うん、これアメリカの、まあ、シリコンバレーっていうか、うん、そのすごいテクノロジーの会社、うん、全部聞いたことあるでしょ、はい、Google とか全部海外ですもんね。そう、それを、うん、アメリカなんだけど、それを G、A、F、A で GAFA って言うんだけど、うん、そのでかい会社に日本は太刀打ちできてないよ。あ、プラス J、 ジャパン、かっこいい。プラス J になるように、はい、若い人たちにも頑張ってもらいたいっていう言葉をね。なんか作ろう。そうなんだよ、はい、なんかね、何する、そのいや、ほんとそう思うの。電話かかってくるかもよ。うん、こんがしてでしょ、言うて家賃滞納してますよ。いけるわ、絶対来れば。でも、ほんとね、そう、なんかこう、誰かがこう、なんだろうな、なんつうのかな、やっていくっていうか、はい、彼もさ、多分こうなるまで誰も知らなかったでしょ。まあそうですね、あの、はいはい、吉野さん知らなかった、知らなかったでしょ、はい、まあ知ってる方は知ってると思うけど、はい、その、うん、知識人はね、うん、知らないでしょ。知らない。でもこうやってに何年後かに、20年後にこうやってみんなにね、知るようになると、はい、で、すっごいポジティブ、見ました、すげえポジティブな人なのよ。はいはいはい、めっちゃ笑顔でしたね。わーって笑う、すげえ笑いますし、わーって、はい、そんなような人でも奥さんの支えがあって、うん、ここまでなったんだなと思います。そうそう、ちょっとごめん、はい、エンタメナインティの時間だね。ああ、全然、まあ、もう1分ぐらいいいんじゃないですか。本当、はい、大丈夫、はい、大丈夫、大丈夫。じゃあちょっとね、はい、エンタメナインティの説明をちょっと軽くしますよ。はい、あ、その前にちょっとノーベル賞締めますよ。はい、で、我々もみんなね、はい、何かこうやる、続けるとか、うん、何か始めるって年齢じゃないと思うんだよね、うん、年齢ももちろん大事だよ、うん、早い方がいいけど、うん、だって、Amazon だったかな、はい、の、Apple かな、のアメリカの、はい、発表会みたいなところに日本人の80いくつのおばあちゃんが呼ばれたの知ってます？知らないです。80超えてからプログラミングを覚えて、世界最高齢のプログラマーとして、すげえ表彰されたの。すげえ。じゃあ私チャンスあるじゃん。そうなの。いや、全然いけんだ。本当なのよ。ごめんなさい、変な固定概念持ってた。はい、その人がテレビ出てて、私80から生まれ変われたって言ったの。へえ、80のばあちゃんよ。まだまだいけますね、そうなの。うちらも。いけんだ。人生100年って言われてますよ。はい、だから皆さんもね、ちょっとずつね、うん、なんかこう、ムーブメントをね、そう、はい、一歩、うんうん、一歩でもいいから踏み出す、チャレンジしたらね、その小さな一歩が大きな一歩になるかもしれない。どどん、カオングラシュレーション。さあ、ちょっとエンタメナイティいきましょうか。はい、はいはい、エンタメナイティはね、90秒以内で、回数とか得点とか競っていくゲームでございます。はい、で、今月は、ペーパータワーというのをやりたいと思います。はい、ペーパータワー、何それ。ペーパータワーってなんだろう。画用紙が大きさ違うのが2枚あります、はい、これ画用紙を1枚ずつこうテレコで折ってもらって、はい、どんだけ高く積めるかです。はい、だから、これはもちろん折らないときついんで、どうやって折ったりとか、クシュクシュってしてもいいです。ルールは何でもいいんですけど、はいはい、自分で工夫してとにかく何枚重ねられるかを競う、はい、ドミノみたいな。そうですね、ドミノじゃない。例えば簡単に言うと、まあ、1枚こうやって折って、うん、で、はい、なるほど、上にこれだったら2枚ですね。あ、例えばね、これだったら2枚。頭いいね。だこれをでもこれ不安定じゃないですか、うん、なんでいろんな折り方とか、なんなら下2枚にしてもいいんで、はいはいはい、どんだけ高さを何枚分いけるか、これ90秒でやりたいなと思います。はい、90秒でやりたいと思います。さあ、宇佐美さんいいですか、もう準備はいい、はい、大変。これ宇佐美さんだけでやってもらうんで、はい、私一人、はい、これ使っちゃダメです。はいはい、はい、それではもう準備 OK でしょうか。はい、いきますね。はい、エンタメナイティ、よーい、スタート、ドン。やばい。さあ、折ってくださいね。はい、さあ、これ意外とね、
あのしっかり折らないとこれね難しいんですよ。意外にダメじゃないですか。いやそうなんです、本当にね、いろんなね形で皆さん折ったりしますよね。はい、宇佐美さん不器用ですね。重ねればいいんです。これ超えればいいの。いやその高さを出してほしいんで、はい、高さですからね、はい、無理、はい、どうしよう。さっきみたいにこの半分折った状態で1枚乗せたりとか。ダメだね、はい、いやでもさ確かに、はい、重ねるっていう意味じゃ重ねてるよね。重ねるじゃん。ダメだろこれじゃ。一休さんみたいな発想ですね。トンチキトンチャ聞いてます、トンチャ聞いてます、はい、ただ面白くはないですね。だから難しい。こうやってね俺今さ、はい、3つ重ねてるけど、はい、とかさあ今何秒でしょうか。今60秒あと残り30秒ですね、はい、例えばですからね、はい、え無理じゃない。はい、面白いじゃん、面白いじゃん、斬新だな、うん、こんな発想僕正直一人でテストやってるんですけど、こんなことになると思い思わなかったんですよ。2つ、はい、ああはいはい2つ。ちなみにテレコだから次赤ですね、はい、え色決めるんだ、いいねいいね。残り10秒、はい、え、これ無理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 、やだ、7、やだ、6、やだ、5、4、3、2、1、はい、終了。はい、結果は0ということで。なんで、はい、崩れたんで0でしょ。無理なんだけど、無理だ。全然できますよ、簡単です。俺だって5秒でもできますもん、乗せるの。はい、これですよ。バスケ部って宇佐美さん多分なると思いますけど、初めてですよ。私もいつも勝ってるね。そうだから、今回いいじゃないですか。みんな嬉しいもんね、バスケ部の動画ね。嬉しい。そうそうそう。何のバスケ部か知らないけど。いやもう決まってますよ。何？裸以外だよ。まだ、まだ、まだ負けって決まったわけじゃないから。そうですね。ゼロだから。これでも難しいですよ、本当。難しいよね。さあもうね、行きましょう。はい。締めますよ。はい、エンタメジャック渋谷、この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたしました、はい、ラグビー、はい、皆さん日曜日楽しみにしてくださいね、はい、ということで、はい、宇佐美さんじゃんけんお願いします。はい、いきますよ。はい、最初はグーじゃんけんポン。はーい、今週はチョキでした。チョキでした、はい、それではまた来週です。皆さんバイバーイ。また来週、また来週見てね。